はい、あきらけいです。えー、久しぶりにオキュラスクエスト2の話題になります。まあ、ぼちぼち遊んでます。あの最近はね、PC につないで、えー、遊ぶことが多いですね。マイクロソフトのフライトシミュレーターだとか、スコードローンとかで遊んでますね。あの、車はね、ちょっと VR 用意するんであんまりやってません、ね。で、私困ったことに、近眼で老眼でね、こう、花粉症なんですよ。だからこう、この時期だとこう、こんな花粉症メガネ使ってますけど。 で、しかも、そんなに目悪くない。マイナス1.25ぐらいでそんなに目悪くない。目悪くないんですで、だから、ラガンでやってもね、まあまあいけるんですよ。ただ、ラガンよりもやっぱりメガネをした状態の方がよく見える。で、えー、ここにね、あのー、レンズ、こう、銅入りのやつをつけたいと思っても、マイナス1.25ぐらいの弱い、弱いというかあんまり目悪くない人向けののはね、あんまり出来合いのものがなくて、 結構高い、すごい高いのあるんです一1万2千円ぐらいかな。ぐらいな最近、最近ですよ。それも少し前まではそんなもんなかったんですけど、のはあるんだけど。で、安上がりで <laughs> 済ませたいってみんな思うよね。で、まあそういう方法をちょっと紹介しようかな。で、ここにね、こういった、これはブルーカットのやつなんですけど、ここにパコンってはめる、うここにね、えー、ものが売ってます。だいたい2200円ぐらいかなこう。これはだからブルーカットのレンズが入ってるタイプ。 で、まあ、どういうものかというとこう、こういう、こういうもんですね。こういう、この、このベースをオキュラスの方にこうつけて、で、このマグネットの枠で、こうパチョンと。こっちに、これレンズ入ってないですけど、ここにレンズを入れてこうつけるっていうタイプのものが、2200円ぐらいで売ってます。で、私たまたま注文したものが、このブルー、ブルーカットの、このレンズ入ったもの、ものと、もの,のがもう今ついてるんですけど、それと、 おこの何も入ってないものが、両方ついてた。両方ついて同じ値、ね、段ていうか <laughs>。あのー、元々考えたのは、だからこうブルーカットのものを買って、このブルーカットのレンズを外して、ここに土入りのレンズをメガネ屋さんで入れてもらおうと思ってこれ買ったんだよね。で、ところが、あのー、8件、<laughs> 8件メガネ屋さん回っても <laughs>、 うちのね、うちの近所の話で、なんかね、メガネ屋さんによってはレンズ入れてくれるところもあるらしいんだけど、8件もあったんだけど、どこも入れてくれない。で1件だけね、個人のお店で入れてくれるっていうところがあったんだけど、そこのお店は個人のお店だけあって、安いレンズをね、持ってないんだって。だから、高いレンズだったらあるよ。でも、お金かかるよ。って言うんで、ちょっと保留にしました。 まあ、あと、そのメガネ屋さんが言うには、この、このブルーカットとして売ってる、このブルーカットを、ほとんどブルーカットの効果ないよとまで言われたんだけど、本当のブルーカットレンズって、こういうんじゃんって、見を見せてもらったらね、確かにコーティングの色とか違ってね、あんまり効果ないと思うなんて言われて、そういう、まあ、どん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 話が逸れてきます。それで、どうしたかというと、実は、通販で、こういった枠に、こういった枠に、このレンズをね、ド入リのレンズを通販で入れてくれる、 お店がね、あったんですよ。よくよく探すと。しかもね、アマゾンから頼める。でも最初にね、何ヶ月か前に探したときは、そう、やってなかったと思うんだよね。だから最近、そういうサービス始めたかもしれないですけど、それで、えー、そのお店はね、甘ヶ崎のね、メガネショップ愛甘ヶ崎店っていうところがやってくれるんですけど、これは別にお店からなんかもらってるわけじゃないですよ。<laughs> 単に私が勝手に紹介してくるだけなんですよ。で、えー、アマゾンのね、あの、案内によると、 ま、納品までにしばらくかかるようなことが書いてあったんですけど、私、昨日、昨日、お昼ぐらいかな昨日のお昼ぐらいに注文してね、今日午前中に届きました。だから、よく、注文した翌日にはね、えー、届いたんですけど、ちょっと、どういう状態で来るのかというのを、えー、見てみましょう。はい。で、えー、これなんか、ね、さてさて、よいしょ。 ええと、メガネショちょっとごめんなさい。私の名前が、別に、別に実名とかね、住所とか明かしても、そんなに、とことはないんだけど、心配してくれてね、連絡をそういうことがたくさん時々あるんですよ。あるとね、心配して連絡、あの、連絡くれる方がいるんで、ちょっと、えー、説明書が入ってますね。えー、どうやって、えー、レンズを変えるかと。で、この、 このメガネショップアイの、の、おそのこの商品説明のところに、どういう、このメガネ枠に合う,合うかというのも書いてあるんで、まあ私はたまたま前ま、以前買った、あこの枠が、このアタッチメントの,ものに合うものだったんで、レンズだけ、えー、注文して OK でした。で、この枠を、全然まだ持ってない人は、こう枠セットも扱ってるようなんで、そっちを選んだらいいと思います。で、えー、 え、アタッチメントの表裏を確認して、レンズはめて、向き確認。ちゃんと詳しい説明書ありますね。で、え、あとはメガネ拭きと、あ、ちゃんとニ,おニコンのメガネレンズであると。で、まあこういった、あ商品が届いたんで、まあちょっと、はめてみましょうかね。ちょっと、 右左あるんで、ちょっと、ちょっと、撮影前に。じゃあ、右私ちょっと練習してはめてから、左はめるのを、あの、映像でお見せしようかな。はい、え今これね、R って書いてますね。あの、はまってますけど。別にビデオ止めるまでもなく簡単でした。あの、よい今これ、まあまあ、C、はたまんじ、R、R ね。まあ、間違うといけないんで、まず、とりあえず、まあ、枠だけ、L、R つけてみて、で、あと、 これ、これがね、えー、抜けの。で、レンズが、L って書いてますね。L。で、出して、えー、L ね。はい、でこ、このカーブがね、<laughs> こう、こうだ逆ですからね。こう、こうね。普通にメガネをつける。まあ、メガネかけてる人はそ,れそんなね、<laughs> 間違わないですけど、これにこ、ここ、大枠に。ほんで、ここだけです。 以上、以上です。で、まあ、シールを、シールを剥がして、で、えー、よいしょ。ペチョンと。ちょんとこれ外すか。で、こっちも R の方を、シール剥がして、で、出来上がりということですね。ちょっとこれ。 これだけのことですね。ちょっと見てみようかな。はい、えー、<laughs> 見てみますけど、ね。全然違いますね、やっぱり。あのー、まあまあ、そんなに目が、私目が悪くないんで、マイナス1.25ぐらいなんで、まあ、ラガンでも、まあ結構いけるんだけど、やっぱりね、マイナス1.25ぐらいでもね、補正した方がくっきりはっきり見えてね、より、あの、ゲームが楽しくうなると思います。えー、ちなみに値段がね、6000、さっき言わなかったです。6050円です。送料入れて。 6,050円でね、これ環境が手に入れられる。まあ、まあ、枠別で2,200円ぐらいで買わなきゃいけないんですけど。で、セット販売ものだと8,500円ぐらいだったかな。あの、十分、あの、価値あると思います。あの、コ個のレンズですしね。えー、説明書も充実してます。えーえー、今日は、えっ、ー、とー、補正する <laughs> レンズを紹介しました。きらきでした。